今日は予告をしておりましたオリコの株をいよいよ買うということで、投資が全く初めての方でも分かりやすく株式の買い方と株価の見通しについて授業をしていきます。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。視聴者参加型で企画した YouTube 収益で株を買うだったんですけれども、第4回 YouTube ライブで皆さんからの投票でオリエントコーポレーションを購入することに決まりました。あの時にノミネートしていたライザップグループですとか開花はすでに急上昇しているんですけれども、オリエントコーポレーションは僕が買うのを待ってくれてたと、そう思ってこれから購入したいと思います。これから株式投資を始めてみようと思っている方にも役立てていただくために、実際の購入画面をご紹介しながらお話を進めたいと思います。そしていつもご視聴いただいている方にも役立てていただくために、オリエントコーポレーションの株価の見通しについてもしっかりお話ししていきます。今日のお話の流れは、まずはじめにオリエントコーポレーションのビジネスモデルを紹介します。続いてオリエントコーポレーションの直近の決算内容を解説します。そして株価の見通しについてもお伝えします。最後に実際の株式の購入画面を見ていただきながら、株式の買い方についてもご紹介させていただきます。オリエントコーポレーションは信販業界の名門企業で、オリコで馴染みがある方も多いのではないでしょうか。オートローンでは最大手の信販会社となります。オリエントコーポレーションはみずほ系の信販会社ということになるんですけれども、みずほ銀行とは個人ローンですとかビジネスローンの保証で提携しています。2010年にみずほフィナンシャルグループの持ち分法適用会社となりまして、2015年には 49% まで持ち株比率を引き上げています。伊藤忠商事とも資本提携、2020年3月期からの新中期経営計画ではスタートアップ企業との協業を打ち出しています。 LINE グループと無担保ローン事業などで連携するなど、みずほ以外の会社との提携や連携も進めています。オリエントコーポレーションは海外にも進出しておりまして、東南アジアでの事業を拡大中です。続いてオリエントコーポレーションの直近の決算内容を解説します。2021年3月期第3クォーターの連結業績決算ということになるんですけれども、営業収益は1726億円、前年同期比 5% 減、経常利益は171億円、前年同期比 20% 減となっています。新型コロナウイルスの影響によって減収減益となったんですけれども、経常利益は通期計画に対して 86% まで進捗していますので、利益面では当初の見込み通りで着地する見通しです。事業別に見ていきますと、オートローン、家賃決済保証は堅調で、カードも回復基調にあります。一方で銀行向けカード保証は苦戦しています。延滞者の減少に伴って貸し倒れ費用は減ったものの営業減益となっています。2022年3月期からは明細書のウェブ化に加えて、クラウド活用などで IT コストを最適化して営業増益を目指していく方針です。 EC プラットフォームの開発提供を手掛ける EC キューブとその親会社であるイルグルムと資本業務提携をしています。加盟店の EC 化、決済サービスの提供などを支援していく方針です。オリエントコーポレーションの株価見通しなんですけれども、信販会社の名門企業でありながら100円台の株価というのは意外に感じる人も多いのではないでしょうか。リーマンショック以降は過払い金に関する問題への対応で株価はずっと低迷していました。出口がようやく見え始めてきた頃に、2013年なんですけれども、みずほとの提携ローンで多数の反社会勢力との取引が発覚します。これを機に株価は大きく低迷していくことになってしまいます。まあ、日経平均株価が上昇していくのと逆行して株価は右肩下がりという形になっておりまして、2019年、2020年、2回ですね、100円すれすれというところまで株価は下落しています。株価は右肩下がりなんですけれども、ここ5年間の決算を見ていただいてもですね、営業収益、営業利益、経常利益ともに堅調に収益を重ねてきています。コロナショック後の株価100円を底にようやく反転の兆しが見えてきたのかなという状況です。この動画を撮影しているのが2月25日の午後2時過ぎなんですけれども、今現在の株価は152円という形で、年間配当3円を予定していますから、配当利回りは 1.9% となります。ちなみにオリエントコーポレーションは株主優待を行っていません。これを踏まえた上で、いよいよオリエントコーポレーションの株を実際に買ってみたいと思います。
それでは実際にオリエントコーポレーションの株を購入してみたいと思います。画面は岡さんオンライン証券のトレード画面になります。第1回の YouTube ライブだったと思うんですけれども、視聴者さんから岡さんオンライン証券を紹介いただいて、この度口座開設してみました。投資が全く初めての方のために用語解説を少ししておきますと、銘柄オリエントコーポレーション、そして銘柄コード8585とついてるんですけれども、各銘柄には数字4桁のコードが付けられています。オリエントコーポレーションは8585ということで、こちらの番号を入力してこの画面を開いています。そして始め値なんですけれども、その日の株式市場で最初に売買が成立した株価、寄り付きとも言うんですけれども、今朝9時に151円でオリエントコーポレーションは取引が始まったという形になっています。そして高値は153円ということで、その日で一番高かった株価のことを言います。そして安値150円ということなんですけれども、その日で一番安かった株価のことを言います。そして、今日今取引時間中なんですけれども、終値というのが出てくると、その日の一番最後に売買が成立した株価ということになります。前日の終値は151円ということで、昨日は151円で終わったという形です。なので前日比、今現在の株価は152円なので、まあ、プラス1円ですよという、こういった表記になっているわけですね。そして出来高なんですけれども、これはその日に売買が成立した株数のことを言います。14時47分時点では274万8200株取引ができているという形です。一般的にはこの出来高の多い銘柄が投資家の需要が多い銘柄と言えます。そして下の方の画面を見ていただきますと、年初来高値、年初来安値ということで、こちらはちょっと昨年来からの高値というところでいきますと、去年の1月22日に183円という高値がありました。そして安値は先ほども少しご紹介しましたけども、ちょうどコロナショックの時ですね、去年の3月13日に100円つけているということで、今はどちらかといえば年初来高値に近づいているような株価水準というのがわかります。そして予想 PR は 15.26 倍、実績 PBR は 1.03 倍ということで、これは業種平均ですとか日経平均全体の平均と比べていかないといけないんですけども、まあ、初見で見た感じでは割高感もなく割安感もなくという水準だと思います。そして先ほど紹介した予想1株配当は3円ということで、期末配当だけになってますので、このまま購入して3月末まで持ち続ければですね、1株あたり3円、100株であれば300円の配当金を受け取ることができるというのもわかります。それでは買い注文を出してみたいと思います。こちらが気配値になっておりまして、まず152円でこれだけ買い物が出てるという形ですね。そして153円でこれだけ売り物が出てるという形です。まあ、153円だったら確実に買えるかなと。152円だと、まあ、この上げ下げ、拮抗してる場面でですね、もしかしたら買えるかもしれないな、という水準がわかります。ということで、予算がですね、2万円という形なので、今回は100株購入したいと思います。そして、差し値というのはですね、この価格で買ってくださいという金額になりますので、今回は153円の売り物に買い注文をぶつけたいと思います。これでおそらく購入できるかと思います。そして成り行き注文というのはですね、この価格を指定しないという形なんですけども、一番安い売り注文で買いに形になるので、おそらく成り行きで注文しても153円で買えるんじゃないかなと思います。そして逆差し値なんですけれども、一般的にはここまで下がったら買ってくれ、これ以上上がったら売ってくれっていうのが差し値なんですけども、まあその逆の注文という形ですね。これよりも上がったら買い、これよりも下がったら売りというような形になります。ですから思った以上に、まあ、損失が出るのを防ぐための、損切りのための売却ですとか、思った以上に上がった時ですね、この上がっている最中を買い逃したくないという場合に逆差し値で買い注文を出すと、こういった形になります。そして期間なんですけども、今日1日だけの注文なのか、今週末までの注文なのか、そして期間指定という形で、来週1週間とかですね、こういった形で注文を出すこともできます。まあ、今日でおそらく買えると思いますので、こちらで出したいと思います。それではオリエントコーポレーションを153円の差し値で、買い注文を出します。
それではこれで買い注文が完了したという形になります。注文ができたかどうかは注文紹介画面で見ることができるんですけども、先ほど差し値した153円で完了してますので、こちらで買えたという形になります。どうですかね、実際に画面を見ていただいて、意外と簡単だったなと思う方もいらっしゃれば、意外と難しかったなと思う方もいらっしゃるかもしれません。まあ、専門用語がありますので、この意味っていうのが理解できていればですね、そんなに難しくないんじゃないかなと思います。投資に関してお話をしていますと、お金があれば投資をするのにですとか、お金ができたら投資にチャレンジしてみたいと口にする人は多いです。ですけども、オリコは今回購入金額にしますと約 15,300円ということですから、もう 15,300円程度から投資ができるということになります。まあ、さらにこの 15,300円程度の投資で年間300円の配当がついてくるという形になりますから、まあ、15,300円をですね、預貯金に置いたままにしてても1円利息がつくかどうかという話ですから、まずはもうこんな形で少額からでもいいので株式投資を始めてみることをお勧めします。お金ができたら投資をするという方は多いんですけれども、実際に例えば退職金や相続、コツコツ貯めてきた貯金などを、まあ、まとまった資金を手にして株式投資をした後に、その資金を失ってしまった時の精神的、金銭的ダメージは非常に大きいと思います。まずは今回のオリエントコーポレーションみたいな形でも構わないので、少額から株式投資を始めてみて、感覚をつかめてきたら大きな資金を動かしていくというのが株式投資で成功する初めの一歩だと思っています。今日の結論なんですけれども、オリエントコーポレーションはオートローンや家賃決済保証が堅調です。さらにはカード事業も回復基調となっておりまして、業績が堅調な企業の一つです。株価が153円の銘柄でありながら、配当金も安定して支払われていますので、中長期で持ち続けるのもいい銘柄なんじゃないかなと思いました。購入するポイントとしてもお伝えしてたんですけれども、まあ、中長期で配当金を安定的に受け取りながら親子上場の解消ということで、 TOB なんかがないかなとうっすら期待してしまうところもあります。難しいと思われがちなお金や投資の話題にエンターテイメントをというチャンネルテーマのもと、今後もこのような企画をやっていきたいなと思います。皆さんと一緒にお金の学校を盛り上げていきたいと思っておりますので、ぜひ今後ともご視聴をよろしくお願いします。今日はいよいよオリコの株を買うということで、株式の買い方とオリエントコーポレーションの株価の見通しについてお話しさせていただきました。それではまた次回の授業でお会いしましょう。